演舞開演。どうも、本日は ローソンの焦がしカラメルハチミツのカスタードプリンを食べたいと思います。ハチミツカラメルでしたね。なんか舌が回ってないな最近。さてどんなプリンなのかな。ご対面ハチミツってことはやっぱり普通のやつとはちょっと違うのかな。本当だ、ほのかに酸味がする。ヨーグルトの味が、この味確かにカラメルは全然違う。プリンの方はさっぱりとした甘さで美味しいカスタードプリンといった感じですが、カラメルがかなり苦いですね。やっぱり焦がしてあるからなのかな。苦いのが好きという方にはおすすめできますが、苦いのは苦手という方はちょっとかもしれませんね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。